皆さんこんにちは、オレゲンです。早いものでシャープ51で二足歩行ロボマーク3を紹介して一月が経ちました。その中で気が向いたら多足歩行ロボを作るかもしれません、とお話ししてましたが、気が向いたので早速作っちゃいました。多足歩行から作って二足歩行減ってパターンが普通だと思いますが、僕は順序が逆になってしまいました。わら。多足歩行ロボ派二足歩行に比べると制作難易度は落ちますが、それでもなかなか調整派面倒でした。二足歩行ロボ派人もどきの走り方にこだわって作りましたが、多足歩行ロボ派走り方なんて気にせず、スピードのみを考えて作りました。それでは、どんなロボができたか早速見てもらいたいと思います。四足歩行ロボットボーンドッグです。走り方が犬みたいで、足が骨っぽかったのでボーンドッグと名付けました。見た目が気持ち悪いし、なんかピクピクしててすいません。でもなかなか味のあるフォルムにできたと思ってます。歩行の仕組みは今まで使ってきたリンク機構で作りました。動力波巡航時波レベル5コントローラーと、レベル5電気エンジンを併用してます。ブーストもつけてます。ブースト時波2機目のレベル5電気エンジンで加速させます。スイッチ1でブーストです。巡航用の出力波6に設定してます。ブースト用の出力波7に設定してます。装備波探索もできるように、ベッド、チェスト第1章に、バッテリータンク1にラジオもつけてます。二足歩行では足の空転対策をしてましたが、この機体も前方が浮き上がるので、対策としてピストン利用サスバグで前方に抑え込んでます。ピストン波 0.25mm ごとに起動するようにしてます。サスバグスタビライザー4つで姿勢維持させてます。浮き上がり対策で重量を重くしてるので、その他の姿勢維持の仕組み波装備してません。あと波レベル3サスペンションで、少し反動を吸収させてます。前足が硬さ2、後ろ足が硬さ3に設定してます。では操作説明とテスト走行です。走り出し波 W キーで巡航走行させます。走り出し波どうしても少し跳ねます。わら。前が浮き上がってるようだったら、一度ピストンで前方に抑え込みます。羽が収まったらスイッチ1でブーストさせます。同時にスイッチ2でピストンを起動させ、前方へ抑え込みます。どうでしょう？結構早いでしょ？作る前はここまで早くできるとは思いませんでした。速さを追求して、コントローラー駆動だけでなく、電気エンジンも併用したのが良かったかもです。重量も必要最低限に抑えたつもりです。ちなみにこの機体は多足歩行を作る前に勉強のために見た、ボストンダイナミクスのワイルドキャットというロボの動画を参考に作ってます。見た目だけでなく走り方も参考にしたんですが、全く似ても似つきませんけど、わらわら。ほんと足のリンク機構の説明もできたらいいんですが、走らせながら見た目でこんなもんかなーってやってるくらいで、自分でもよくわかってないので、皆さんに説明なんてとてもできません。ごめんなさい。でも、おかげで結構躍動感ある走行フォームになったと思います。
二足歩行ロボといい、いつも僕のロボ動画派、ただ走ってる絵面で申し訳ないです。ここで少しスロー再生にして走行フォームを見てみますね。理想にはほど遠いですが、まあなんとか見れるかな。あら空腹です。ちょうどいいので、ここでちょっと実験です。実験というか、いつものキャラとの並走と、他の車とのスピード比較をしてみます。まずはキャラと並走してみます。ちなみに二足歩行ロボマーク3はキャラより少し速いくらいでした。変な方向に行っちゃった。でも、どんどん置いていかれます。明らかにマーク3より速いです。ああ、ケミカルに落ちちゃった。次は他の車とのスピード比較です。右上ワイプの電気エンジン車と比較してみます。レベル5電気エンジンを装備しただけの車で、エンジン出力波8に設定してます。大タイヤで4輪駆動です。スタート、ゴール地点はもちろん同じ場所です。では、スタートを。出だしは足が空転したのでボーンドックが遅れました。しかしこの時点ではボーンドッグが追い抜いたようです。もうお分かりかと思いますが、どうやらレベル5電気エンジン出力8の車と同程度のスピードのようです。若干速いかも。まあ、少し遅いけど、探索に使おうと思えば、無理すれば使えるレベルってくらいですかね。では空腹になった地点から再度テスト走行です。この後もただ走ってるだけの絵が続くので、ボーンドッグの見た目についてお話しします。多速歩行ロボはどうしても見た目が不格好です。二足歩行ロボが見た目人間に近くできるのに対して、どうしても虫っぽくなってしまいます。そこで冒頭にも話したようにボストンダイナミクスのワイルドキャットが虫っぽくなかったので参考にしたんですが、それでも虫っぽさが残っちゃうんで、最初は足もごつくするつもりだったんですが、ワイルドキャットの足と同じように、細くしてメカ感を出してみました。全体の色もメカっぽくシルバーにしてます。走り方は僕的にキャットというよりドッグって感じでした。よくわかりませんが、わら。でもやっぱり気持ち悪い、わらわら。
二足歩行と違ってやはり坂道には強いです。支える足が多いのは有利です。それでも細かくスイッチにオンオフして前方の浮き具合を調整してますが、あ、それと体部分のブロック刃重りの役目もしてます。ウェアハウスの階段から入手できるブロックが重量4なので飾りも兼ねて使ってます。今回多速歩行ロボを初めて作りましたが、もしロボを作りたいという方がいたら、やはり最初は多速歩行ロボを作ることをおすすめします。少なくとも二足歩行ロボよりは作りやすいと思います。僕は考えなしに作っちゃったけど、順序は大事ですね、わらわら。今後、また多速歩行ロボを作るかどうかはわかりませんが、次もし作るなら、もっとスピードアップさせて、さらに安定感もあるものを作りたいです。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。コメントも待ってます。